リモンアニメ、オガローがゴローになって、じいさんがくたばって終わった。120日ちょっとでここまで強くなるのが、さすがゴブリンって感じでしたね。子育てもやって、ストレートなハーレムも多かったのが、印象的でした。以上、リモンアニメのお話でした。